豪快なショットを見せるツアー通算17勝を誇る石川遼プロ。非常に好きなコースですし、しっかりと自分がいいプレーをしたときに数字につながってくれるなという印象があります。はい、その言葉通り2016年大会では初日から首位を譲らず完全優勝。さらに去年、寄っていく、寄っていく、チップイン。スーパーショットを見せギャラリーを沸かせました。見てもらうっていうことが自分のゴルフにとってはすごく大きな要素ですし、モチベーションを上げてくれる一番の要因なので。相性のいいケア、そのケアの攻略についてはスコア伸ばせるかどうかっていうのはティーショットがの安定感と、あとはセカンドショットでいかに、チャンスにつけていけるかっていうところじゃないかなと思います。まあ、ショットの精度っていうところをまず高めていかなきゃいけないと思ってこの2年ぐらい取り組んできてるんで、イメージしてた、望んでた理想の形に今かなり近づきつつあるんで。磨き上げたショットで本大会2勝目を狙う石川プロ。一方で気になる存在も。若い選手もうまいんで、かなりみんなその今混戦一強二強っていう感じではないんで、スケールの大きいプレーをする選手がかなり多いので、楽しいですね。その中には石川プロの愛弟子星野陸也プロ、今年2勝をマークしている稲森佑貴プロ、さらに現在国内賞金ランキングトップを走る比嘉一貴プロ。その亮さんに憧れてアマチュア時代からやっぱりプロの大会に出て優勝するってことを目指して練習してきた選手がほとんどなんじゃないかなっていうところで、そういった選手がいたからこそやっぱり今の若手のなんだろうな、そのレベルの向上になったんじゃないかなと思ってます。今や若手の目標としても存在感を示す石川プロ、6年ぶりの本大会制覇へ力を込めます。まあ、数字は後からついてくるものだと思うんで、まずは全力でいい準備をしていい内容のゴルフを目指してやりたいと思います。